江戸時代は、よく時代劇などにも取り上げられることもあり、日本の歴史の中でもある意味一番親しみを感じやすい時代ではないでしょうか。江戸時代はわずか150年ほど前のことであり、現代でも地方に行くと江戸時代の生活様式をそのまま残しているような暮らしぶりのところもあります。しかし、江戸時代には明らかに現代とは違った生活習慣や風習などもたくさんありました。 お風呂やトイレに関する様式や習慣、あるいは医療や出産、刑罰に関することなど、明らかに今の時代からは考えられないような形式のものも多かったのです。これらは、時代劇などからは見ることができない、本当の意味での江戸時代の庶民の姿と言えるでしょう。そうした江戸時代の人々の暮らしぶりから、当時の平均寿命や平均身長など、 とても興味深い話をたくさんピックアップしてみました。江戸時代の人口、江戸時代には我が国の人口はどのくらいだったのでしょうかよく用いられる数字として、ざっと3000万人だったとされていますが、あくまでも江戸時代中期から後期の推定値です。 もちろん現代とは違って正確な統計データを集める手法が確立されていなかったこともあり、正確性に疑問が残るのは仕方ないですが、あえて人口統計から除外されていた人々もいたようです。幕府の調査によれば、1721年の人口は約2606万人、1804年には2562万人、1846年には2690万人です。 1870年に明治政府が調査した記録では3279万人と、幕府の調査から24年で600万人近く増えていることになってしまいます。これほど人口が急増することはありえず、江戸時代の人口調査がかなり過小申告されていたことが伺われます。様々な研究者により推計が行われていますが、諸説あり、どれが正しいのかは定まっていません。 江戸時代初期1600年頃には1200万から1300万人、1700年頃には2800万から2900万人、1750年頃には2900万から3100万人程度というのが一般的に認められている数字でしょう。我が国でかなり正確な調査が行われたのは、1591年、豊臣秀吉の命によるものでした。当時、 朝鮮半島への出兵をしていた秀吉は、動員のため調べる必要があると考えたのです。秀吉の時代には検知も行われ、この頃に初歩的なものとはいえ、ある程度の統計手法が編み出されていたようです。江戸時代になると、集門人別改め調制度、集門人別改め調制度ができ、調査が行われ始めました。これは人の数を調べることが目的ではなく、 宗教宗派の分布調査が主目的です。これによって、ある程度の把握はできましたが、上述のような理由から、必ずしも正確には調べ尽くされてはいません。乳幼児の死亡率が高いこともあって、班によっては8歳未満の子を数えなかったり、15歳未満を含めなかったりもしています。全国を対象とした人口調査に初めて取り組んだのは、徳川吉宗の時代です。 1726年以降6年ごとに人口調査が行われるようになり、これにより大まかではあるものの人口の推移がわかるようになりました。しかしながら、調査方法はそれぞれの班に一任されていたため、一定の基準に基づいた数字ではありませんでした。そのため、現在では実際の人口とは400万人から500万人ほど差があったのではないか、と推定されています。 それでもなお、定期的に調査を行ったという意味では画期的なものであり、江戸時代の人口推計の貴重な資料となっています。武家の人々の人口統計は信頼性の高いものが残っていないようです。というのも、幕府に忠誠を誓っているとはいえ、それぞれの藩は一個の独立国家のようなもので、何人の武士、つまり兵員を抱えているかは軍事機密に当たることでした。 そのため、中央政府である幕府にその正確な人数を申告することはありませんでした。また、武家屋敷に勤める奉公人の人数が分かってしまうと、簡単に武士の人数も推測できてしまうので、奉公人の数も秘密にされていたようです。